ボス。俺腰痛情報が俺のとこに入ってたんだけど腰痛なんだから。コルセット巻いてる。マジで大丈夫。監督自ら気を使ってくれてる。最終戦気を使ってくれてますから。せめて前の回から書いてほしかったな。前の回から腰痛でだ、腰痛でダメって情報が入ったんだけど。力あり余ってる。桁違いの平等だな。いいこと考えた。すごいでもいい。盗塁禁止だよ。とりあえず盗塁が禁止。暴走ダメだよ。プレデターの大事にご。最高。2回ぐらいあると思う。キャッチボールされちゃった。そい。試合的にはあれだ、ね、この回で最終回だけど時間までやりましょう。あ、結構展開が早いから何回まで来ちゃったんだ。早いよね。すごい。テキパキ。よっけ、行こう、思いっきり。ボクちゃんは元気に育ってる。おかげさまで。おかげさまで。こんな感じです。行きます。おやー、すごい。めちゃめちゃ似てます。どうぞ、なんかナメちゃんが悩みあるみたいですか、これ。あ、似てるわ、やっぱな。あ、でも奥さんの顔も入ってるね。そう、嫁さんの顔も入ってますね。入ってるね、奥さんの顔入ってるね。かわいいわ。ゲプって言うんです。ゲプするところ。あ、ちょっとそこにいますね。ゲプさせてんの。うわ、走った。危なかった。僕の長男坊にそっくりなんですよ。そう俺もそう思った。そう、長男坊にそっくり。マイコバッチ。56だよ俺。科学走った。科学は OK よ。科学は OK。硬いよ、キャッチャーは。マイネロ。回していきましょう。多分ね、3分の1ぐらいの頃でもアウトになってるから。すっげえ早いぞ。おやったー、おーち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 ー、ナイバッチナイスだ。ナイバッチ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 、あと3点新宿までの方がいいんじゃない？いや、
電車の時間が分かる。ここはそれ、その選手行ったの。いやいやいや、運転手まで。そっかそっか、そういうことか。受けてもらえば。混んじゃったらアウトなのか。そういうこと。乗り遅れたら次の日になっちゃう。ほぼ最終みたいな。12時、1時間ぐらい着く電車もあるんですよ。はい、特急の最後に。着いてからが。関係あれで関東甲信越の天気になるの。はい、あ、そうなんだね。関東とあと山梨とか。あ、そうなんだね。また一番遠いとこになっちゃったかな。早くね、天気になるといいね。でも、あれいろんなとこ、あ、そう、多分ね、何年おきに帰るかって入ってた。うまい、うまい、さすが。オーケー、行かなきゃ、行かなきゃ。はい、関係ない。あー、まだまだ、しゃあない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 。何ゴール、ショートゴールだ。さあ、そうそう、さっきの、さっきの、さっきの。めっちゃ回るぞ、分かった。早いな。腰の爆弾が。腰の爆弾が。じゃあ、そこそこ、そこそこ。ちゃんと帽子かぶってよ。そこそこ早いな。なんかしら一番つく。なんか、モデル違ったの。すごいいい体験してるぞ。モデル？モデルさんみたいな顔ちっちゃくて、もしかしてモデル？すごい顔ちっちゃくて足長くてさ、羨ましいよ。羨ましいな。いいな、小顔。小顔。あ、そうだね。足長いな、ほんと。萩野公介をイケメンにした感じだね。萩野公介はどうやってるか。すごい。俺もそうかなと思って。最高。オーケー、ナイスイング。いいスイング。ピッチャーの質の高さだよ。いや、違う人、また違う。イケメン野郎だね。何人ピッチャーいるの。ストップ、ストップ。しょ、いるな、ほんとね。じゃあ、やり投げの彼は次回うちでこっちで投げる。俺一回投げて、触りだけあと彼に全部。そういえば、ファーストの彼も投げてたよね。あ、最初ね。バッチ任した。おー、緊張。いいね。バッチメイト。おー、キレイ。いやいやいや。あ、うまい。うまい。うまい。50で OK。正直9時なんだよね。あ、そうなんだ。これで強そうだ。タガチバ。あくびしましょう。タバチも一緒ね。今日やっぱ展開がめちゃくちゃ。割と終わるときは最後やってるから。大阪まで運転で行ってない。トラック行ってんの。シビックバスじゃねえの。レクサス買っちゃう、自動運転で。パチンコ店これはね、かけすぎましたよ。そうだろ。パチンコ250台入んない。あ、そう、それ300台入んない。で、牽引車レクサスつけてどんな牽引車電車持ってるじゃないですか。いや、あの師匠みたいなの1万円くらい渡してさ、新幹線で帰ってもいいじゃないか。いやいや、それはもし事故られて全部おさおさになったら何億円するんだよ。大阪からこっちまで車に乗って帰ってきてくださいって3万円。お金ないの。これ持ってるね。ドラッカーみたいな。途中覚えてない。あれ？お金を取った？書いてない。でもそういう時すぐ寝ますからね。よっしゃ。俺もね、経験者。まさか高速降りて、寝ないとダメだって言ったら、信号の街にね、対策しようとしよう。対策して、降りたのにおかかわらず1個目の交差点に行ってた。あ、さあ、タイムリー。交差点に過ぎたら、ちょっと寝ようと。さあ、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 タイムリー。ほら、結局こんなに頼むぞよ、こうちゃんよ。てけ、てけ。周りに家族乗ってると思う。一人だったらね。ああ、最後だったよ。しかも、無理だ。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 無理だ
が出ねえな。北さん、振らないとタイミング合わないよ。何言ってんだろう、誰でも。早いよ。早いよ。ありがとうございます。8時、8時3分。時間10分あるんですけど、最後誰かピッチャーやりたいと言いますか。ああ、誰かや行こうよ。ピッチャー。いや、石田くん行っちゃう、石田くん。無理です。無理です。じゃあ最後石田くん行こう。無理です。何で取られてもいいから。行け。大将ファースト行こう。大将ファースト行って。変だ、記念。石田くん行こう。行っちゃ行っちゃ。じゃあ俺ほら石田君がやばくなったら。